でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら心は進化。クレーマー。さあクレーマー処理はどう出る？お待たせしました。サービス管理係です。お宅の店員の態度ひどくないか？うちの担当者が何かお客様に不快な思いをさせてしまいましたか？何かじゃないわ。まず人の目を見んで話すんだわ。まあ人の目も見ずにそんな態度を取られたらお客様がお怒りになるのももっともです。本当に申し訳ございません。帰り際が一番腹立ったんだわ。買わんで帰らうとしたら舌打ちしやがったんだで。舌打ち？知ってやられたんですか？心ある人間のすることじゃありません。私この場で土下座してお詫び申し上げます。すいません、すいません、すいません、すいません。いやそこまで謝らんでも。いいえ本当にすいません。ああこんな言葉だけじゃお客様の無念は晴らせないのが悔しい。本当にすいませんでした。いやもうええから。ちゃんと分かって反省してくれるならそれでええんだって。本当ですか？お客様優しすぎます。あんたも大変だね。たちの悪いクレーマーが多くて大変なら頑張ってな。ふわふわりふわふわるあなたが名前を呼ぶそれだけで宙へ浮かぶ。ふわふわるふわふわりあなたが笑っているそれだけで笑顔になる。哎、欸、，Bonk 有客诉电话哎、欸。哦，好，那你关一下。行不行啊？啊，没问题，关电话。关一下就要帮客服。